体がガチガチだと感じているあなた、それは実はももが硬い可能性があります。そんな方必見でございます。さて今日はですね、もものストレッチをしていきたいと思うんですけども、このね、大きな筋肉、太もも前後にあるんですけども、この筋肉がガチガチな方が実はとても多くてですね、ももの筋肉というのは股関節、骨盤に一番近い最もこう大きな筋肉なんですけども、ここが硬いと股関節が硬くなって腰痛、肩こり、疲労なのに影響してくるので、今日は二大巨頭のもものストレッチをしていきたいと思います。前のももを伸ばしていきたいと思います。ここはですね、右の前のももを伸ばすんですけども、足首を持ってまずは伸ばすんですけども、この時点でもしかしたら伸びてる方はこのまま30秒いきたいと思うんですけども、いける方は足を踏み出して、これを踏み出していくとすごく伸びるんですけども、それでは30秒いきたいと思います。ゆっくり前に伸ばしていきます。ぐーっと、いや、これね、前伸びるんですよ。この時気をつけてほしいのはですね、体が前に倒れると前のもも伸びづらいんですが、まっすぐすると前がピーンとね、ここ伸びるので、ね、ゆっくりと伸ばしてあげてください。で、伸ばせる人は前にじわっと行けば行くほど前が伸びます。はい、 OK でございます。反対も行きたいと思います。これこっちも一緒ですね。足首を持ちまして、伸びてるという方はこのまま、そしていけるという方はぐっと前に出して前を伸ばします。30秒いきます。あ、いいですね。あ、伸びてますね。無理しなくていいですよ。ほんで、前のもも伸ばすことって多分皆さんあんまないと思うんですけどもね、本当にこの前のももってね、硬くなりやすいんですよね。ぐーっと、で、腰を反らさずにやっていきましょう。どうですか、伸びてます？そうそう、30秒ですね。はい、これをもう1セットずつやっていきたいんですけども、どうですか皆さん、もしコツをつかめたと思うのであれば、足首を持って足を前に30秒いきます。この時にですね、先も言いましたけども、腰が反らないように足首を引き寄せて前に、そうするとすごく伸びるんですけども、この前のももってね、すごく頑張り屋さんなんです。で、頑張り屋さんなので固まりやすいんです。なので、普段からこうやって伸ばしてあげると、また伸びますね、これね。ぎゅっと硬くならずに、よし、反対向きます。最後ですね。さあ、足首を持って30秒いきます。で、どうもね、人っていうのは、まあ、ももの筋肉って両方あるんですけども、前の筋肉をすごく使ってしまう癖があるので、この前の筋肉を伸ばしてあげることが股関節、腰痛防止にもすごく大事なことなので、伸ばしてあげましょう。まあ、伸ばしたことないと思うんでね、新鮮な感覚だと思うんですけども、本当毎日やった方がいいです。はい、 OK でございます。さて、次は後ろのももハムストリングを伸ばしたいと思います。まあ、これも椅子を使うんですけども、これも簡単です。足を肩幅やや外ぐらいに広げて、そのまま椅子に手を当てて、この時点で、まあ、僕今ちょっとね、膝を曲げてますけども、硬い方はもしかしたらこの状態でもハムが伸びてるかもしれません。なんとなくここが張ってるな、突っ張ってるなっていう方であれば、もうそれはストレッチされてるんですけども、さらにできる方は、膝を伸ばしてあげると分かると思いますけれども、もう真ん中の方がね、ピンと伸びると思いますけど、これ30秒伸ばしたいと思います。さあ、行きましょう。これね、ただただ椅子に寄っかかってるだけと思われてる方いらっしゃいませんね。皆さんやってますもんね。
これで自分で調整できるんです。深く行きたい方は肘をここが突っ張るの分かりますよね。はい、一回休憩します。もう一回行きたいと思います。今度ね、A 変えましょうか。反対の方ね。じゃあまた肩幅やや開いて、そのまま椅子に手を当てて30秒いきたいと思います。はあ、少しお尻出してあげてください。わかりますね。何かがね、かかとからこのハムストリングのお尻の付け根が何かがね、こう糸で結ばれているような、そんな突っ張り感じますよね。これが本当のストレッチでございます。で、いける方はこれね、こう肘をいくと、はあ、そうこういってられ30秒伸びましたか皆さん。ももといえば前後にあるんですけども、この筋肉がものすごく大きいんですよね。で、大きくて骨盤に非常に近いと。なので、この前と後ろの筋肉が硬いとですね、股関節が動かずに、当然健康な体にもなりませんし、腰痛の原因にもなってきます。で、前の大腿直筋、ここが硬いとですね、まあ、ここ硬いと引っ張ってきますから、ここが引っ張る、でこういう体勢に無意識になってしまって腰痛になると。で、一方でハムストリングが、後ろの筋肉が硬いと、自然とこうお尻が引っ張られて、こういう体勢になってしまう。なので、前と後ろのももをほぐしておくことが、普段から健康な体、腰痛にならないとか肩こりにならないという体になっていきやすいので、ぜひ皆さん毎日ストレッチするように、ほぐしておくようにしておいてください。例えば皆さんが山登りとか階段上がった時に、どこ一番疲れます？そうなんですよ、ももに何か疲労感って残りますよね。で、それって実際にやっぱり大きい筋肉なので、すごく合ってるんですけども、でここの筋肉ってとても使いやすい、で使える、しかし疲労もしやすいということで疲労感が残るので、普段からこのももの筋肉をほぐして、元気な状態にしてあげることが、普段の生活でも大事になってくると思います。